津波来てます。津波来てます。津波来てます。みんなの言ってごさん。さあ大変だね、これ俺の孫どうなったべ。あ来た来た来た、ほら来た来た来た、ほら700人を超える人たちが高台にある先住院に避難してきます。こんなことがこんなことがあるのかな、本当に信じられないですね、目の前でやりながら。すいません、多分ここに避難してくれた人たちは多分災害に遭った人だとは思うんですが、上の方助かったうちの住民の方がもしここにいるんであればですね、今晩からちょっと下の方に下がれないんで、あの毛布とかですね、あの持ってこれるのを明かさなきゃいけないもんですから、もしあの毛布とか布団とか持ってこれる方あのいらっしゃれば協力してもらってですね、あのこっちに運んでもらうような形で皆さんであれだね、水、うん、水もだね、多分ね、水はね、水道は多分無理だかもかね、あの町の方でもう冬だっけからさ、水道今ね、
うん、だからまずとにかく飲み物、うん、協力してもらってから、もう何日も多分下がれないと思うしね、もう流されたうちはもう帰れないから、とにかくここさ避難させていただくんでね、ここで少しほら皆さんで一晩二晩っていうか長い時間いなきゃねえから、協力してもらってからなんとかよろしくお願いします。とりあえずさ、はい、すいません、はい、これから何を、ね、ストーブ貸すっていうからストーブを、ストーブ、うん、はい、あとなんかいらない毛布とか、あとタンクはこれ、これそっちさ、うん、なんたんなるからさ、これ、うん、でも元よりほらね、見てたいとこ見てみて、あれどれ、あれ屋根から全部屋根から、うん、これ多分ね、これ濡れてたけどさ、うん、これまだなんたんだからさ、うん、これから、うん、ちょっとあれしてから、うん、ストーブだけど、反射しに、これからどちらへ、今我が家高台なんですよ、そこの上の方、はい、それで今私の勤めてる会社の奥さんが来てるから荷物、毛布とか、はあ、避難の道具全部一式普段から用意してるもんですから、それ全部持ってきます。びっくりしています。今落ち着いて、はい、落ち着いて今行動します、はいはい、毛布さん今持ってきましたら、ありがとう、下げるから。下がったら、うん、加藤。鍵かっこいい。これだけ。お父さんこっちから行くべ。こっちも早いべよ。こっちや、そっちはお願い。あ、そうか。この近くにお住まいの方は分かると思いますけども、もう木材が流れてきて道路の真ん中が火災です。でそれを火を消すこともできません。当分ここからもう出られないと思ってください。今夕方5時を回ったところです。少しずつ日が暮れてきて気温も下がってきています。住民の人たちは先住民に避難しています。今はね、実は釜石小学校でこの避難している人でね、酸素が必要な人がいたの で酸素を今持っていくのと、あとは避難している人結構300人くらいらしいんですけど、うちの市の職員が1人しかいないので応援の職員を出してやると。まず最低限でいきましょう、荷物も、はい、それで登ってこれるようだったら何回も来ます、はいはい、じゃあ上げますよ、すいません、はい、自分後ろ歩きます、女性真ん中ですね、はい、あ、自分よ、あ、こっち、重いんだけど大事したことだよ、やばやば、元気なの、元気なの、大きで、大きで、大きで、はい、動か、
最高でした。おかげさまでした。何日ぶりですか？え？何日ぶりですか？8日ぶりです。8日ぶり。何施設？え？施設。ああ、最高ですね。ありがたいですね。はい。おいしいです。